ただいまより林外務大臣の定例会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、明日8月3日から6日まで ASEAN 関連外相会議に出席をするためにカンボジアのプノンペンを訪問をいたします。4日には日 ASEAN 外相会議と ASEAN プラス3外相会議、5日には東アジア首脳会議3カ国外相会議と ASEAN 地域フォーラム閣僚会合、これが予定をされております。一連の会議が対面形式で開催されるのは3年ぶりということになります。ASEAN は我が国の長年にわたる緊密なパートナーであり、自由で開かれたインド太平洋、この実現に向けた要でもあります。FOIP とそれからインド太平洋に関する ASEAN アウトルック、この実現、また来年の日 ASEAN 友好協力50周年、これに向けまして緊密な協力を確認したいと思っております。また今回の会議ではロシアによるウクライナ侵略、東シナ海、南シナ海、北朝鮮、ミャンマーをはじめとする地域国際情勢に関して意見交換を行う予定です。その中で日本の方針や考えをしっかりと説明し、関係国との連携強化を確認したいと考えております。さらにこの機会に ASEAN 議長国であるカンボジア、また他の参加国との間で会談等を実施する方向で調整中であります。私からは以上です。それではご質問のある方は挙手をいただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名指名に続いてご質問ください。ではどうぞ。では朝日新聞野平さん、どうぞ。朝日新聞の野平です。アジアを歴訪中 の米国のペロシ下院議長が今晩にも台湾を訪問すると報じられています。中国の反発は必至で、米中関係の緊迫が予想されますけれども、大臣の受け止めお願いします。はい、ペロシ下院議長の外遊につきまして、日本政府としてコメントする立場に、ないと考えております。その上で一般論として、申し上げますと、我が国としては米中両国の関係の安定、これは国際社会にとっても極めて重要であるというふうに考えております。はい、次のご質問どうぞ。それでは田中さん、どうぞ。時事通信、田中です。ASEAN の外相会合の関係なんですけれども、そこに出席された際に日中ですとか日韓の外相会談を行う、ご予定があるかどうかということと、あと特に日中に関してはその就任後まだ対面での会談というのはありませんが、中国との対話を重ねる、必要性や意義について教えてください。はい、先ほど申し上げましたように、この場合については、調整中ですが、日中や日韓について何かまだ決まったことがあるというわけではございません。バイ会談が成立した国との間では、二国間関係や近の地域国際情勢、等についてですね、率直な意見交換を行う考えでございます。はい、次のご質問どうぞ。はい、それでは森さんどうぞ。日本テレビ森さんどうぞ。日本テレビの森です。霊感商法などが社会問題化した、いわゆる統一教会と政治家との関係が次々と明らかになっていますが、林大臣自身も選挙支援など何らか関係はお持ちでしょうか。またいわゆる統一教会は社会的問題となっている団体ですが、そのような団体と政治家が関わりを持つことについてどうお考えでしょうか。はい、各閣僚また国会議員のですね、政治活動に関することにつきまして、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。一般論として申し上げますと、個々の政治家が、自らの政治活動において責任を持った行動をすることは大切であります。また社会的に問題になっている団体との関係については、政治家の立場からですね、それぞれ丁寧に説明を行っていくことが大事であると考えております。なお私個人について申し上げますと、ご指摘の団体とは何ら関わりがないということでございます。はい、次のご質問どうぞ。では、読売新聞金子さんどうぞ。読売新聞の金子です。安倍元首相の国葬について伺いたいと思います。外国要人の受け入れ状況、準備状況について伺いたいということと、あと外交、弔問外交のどのような弔問外交の場にしたいのかについて伺いたいと思います。はい、
7月22日、故安倍元総理大臣の国葬儀に係る閣議決定を受けまして、我が国が外交関係を有する国等に対して、日時や場所等ですね、安倍元総理の国葬儀に係る情報の通報を行ったところでございます。現時点で具体的な参列者については未定であります。引き続き外務省として省内に設置をいたしました故安倍晋三国葬儀準備事務局、ここを中心に海外からの国葬儀への参列者に対する接遇等に異論なきを期していきたいと考えております。今回の国葬儀ですが、安倍元総理が憲政史上最長の8年8ヶ月にわたり卓越したリーダーシップと実行力を持って、総理大臣の重責を担い、さまざまな分野で実績を残されたこと、また外国の首脳を含む国際社会からですね、極めて高い評価を受けており、今回の事案に対しても国内外から幅広く哀悼追悼の意が寄せられていることと勘案して実施するものであります。国葬儀を執り行うことで安倍元総理を追悼するとともに、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜く、こういう決意を示していく所存であります。合わせて活力にあふれた日本を受け継いで未来を切り開いていくと、こうした気持ちを世界に伝えていきたいというふうに考えております。はい、次のご質問どうぞ。でテレビ朝日、朝日さん、沢井さんどうぞ。お願いします。テレビ朝日の沢井です。佐渡の金山の世界遺産登録についてお伺いします。提出した推薦書の不備について2月の28日にはユネスコからすでに指摘されていたということですが、その事実関係についてと、先週再提出を判断するまでの間およそ5ヶ月あったと思うんですが、地元の新潟県にも知らせていなかったということで、外務省としてどういった交渉をユネスコ側としていらっしゃったんでしょうか。はい、佐渡の金山の推薦書につきましては、ユネスコ事務局から推薦書の一部に十分でない点があると、こうした判断が示された後ですね、かかる判断の再考を求めてユネスコ側と議論を続けてきたところでございます。文部科学省による働きかけとともにですね、外務省としてもさまざまなレベルで累次にわたり粘り強く働きかけを行ってきたところでございます。今般、佐渡の金山の推薦書を再提出することとなったわけですが、外務省としても文部省等関係省庁と緊密に連携して、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。本年2月のロシアによるウクライナ侵略を受けまして、本年6月にロシアで開催予定でありました第45回世界遺産委員会、これは延期をされまして、延期後の日程及び開催地並びに第46回以降の日程及び開催地は現時点で未定であるため、佐渡の金山にかかる今後のスケジュールについて確たることを申し上げるのは困難でございます。はい、では次のご質問どうぞ。パンオリットニュース、アザリさんどうぞ。Thank you. アザリパありがとうございます。パンオリエントニュースのアズハリと申します。岸田総理は報道によりますと、サウジ、UAE、カタールをティカットの後に訪問すると言われておりますけれども、その目的は何なのか、それから林大臣は同行されるんでしょうか。ティカット以後のですね、岸田総理大臣の外国訪問日程につきましては、まだ何ら決まったことはないということでございます。はい、それでは、次のご質問で最後に一問、 NHK 岩沢さんどうぞ。 NHK の岩沢です。よろしくお願いします。はい、ミャンマーでの邦人の拘束について伺います。ミャンマーのヤンゴンで20代の日本人男性が拘束されたとのことですが、日本政府が現在把握している最新の情報や政府の対応状況についてお聞かせください。はい、在ミャンマー日本国大使館は7月30日にヤンゴン市内でデモを撮影していました20代の邦人男性が現地警察に拘束されたことを確認をしております。
同大使館はミャンマー当局に対して当該邦人の早期解放を働きかけておりまして、引き続き情報収集に努めるとともに早期解放を求めてまいります。また邦人援護の観点からご家族への連絡等できる限りの支援をしてきておりまして、引き続き適切に対応をしてまいりたいと考えております。はい、それでは会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。